どうも、佐藤花太郎です。本日は DIY の続きをしたいと思います。何をするかって、そんなの決まってるでしょう。この後ろのところにある、このまだ塗られていないリメイクシートが塗られていないというか貼られていないところを、最終的にもうちゃっちゃとやっちゃおうっていう動画です。新たにダイソーでこの同じ柄のリメイクシートを6枚買ってきました。さすがに6枚あったらあと足りるでしょう。ということで、ちゃっちゃと終わらせていきます。6枚あればできるでしょう。やっていきます。いやさ、俺だってさ、ちゃっちゃと終わらせてよ。あとこんくらいのスペースだよ。だから正直3本立てにする予定はなかったんだけどね。まあ3本立てで送らせていただきます。じゃあ早送りスタート。はい、では最後この残りのスペースを貼っていきます。はい、で最初ね貼るんだけど、なぜか一番一発目のやつ失敗しちゃうんだよね。これなんで失敗したかっていうと、あの曲がってしまったんだよね。だから剥がします。はい、やり直し再度挑戦です。はい、どうでしょうか。だいたい2回目はねうまくいくんだけど、どうでしょう。うん、今日早送りちょっと遅めでやってるよ。うん、これはうまくいっただろう。これはうまくいきました。後から気づいたんですけど、これ柄がね不自然な感じにならないように貼らないといけないっていうね。だから一番最初に貼った時、結構ねその並びが不自然なところがあったんだよ。だけど今回はそこら辺も気にして貼ってみました。意外と難しいんすよこれね。ほんと意外と難しいのよ。曲がっちゃダメだし、なんか下手に貼るとしわ寄っちゃうしでね。もう俺これ何枚貼ったんだろうか。まあでも今では慣れたもんですよ。うん、しわも全然寄らないしとか言いながらも、あのしわ寄ってるところ見えてるけどね。そして今やってる作業はカッターではみ出たところをカットして綺麗に整えているところです。うん、ちょっととね、あの喋ることもなくなってきましたし、もう少しだけ早送りしよっか。うん、じゃあさらに早送り GO。 はいはいはい、まあ残りね1枚とちょっとなんだけどね。まあでもそれでもなんか遅く感じるじゃん。うん、だからかなり苦戦したってことよ。うん、ここねあれなのよ、柱のところにぶつかっちゃってね、それをね貼るのが難しいんだよ。だからカッターでカットして、で最後残りここをね、あの模様を合わせてやると、そう、馴染む、違和感ないっしょ。まあそんなこんなで全部貼ることができました。終わりました。どうでしょう、ここのシワは目立ちますが気にしないでください。あ、いい感じに貼れたね。ここは味だと思ってください。うん。はい。全面、木目に、あ、ここは味だと思ってください。全面、貼ることができました。はい。じゃあまあ、というわけで、この天井、リメイクシートで木目調にしてみる。3本立ての動画でようやく貼ることができました。皆さんどうですか。この黄色と緑のツートーンにこの上の木目合ってますかね。やっぱりまあ言い訳っぽくなりますけど、素人なので、シワが寄ってしまったり気泡が入ってしまったり、そして木目の方のズレとかも多少気になるんですけども、まあこれはこれでね、味ということで許してもらえませんか。俺はそれでいいと思ってる。許してもらえませんか。はい。まあ、という感じでですね、天井、まあ、壁、柱に続いて天井も、ようやく、リメイク完了ということになりましたね。はい。
まあということで、次回はこちら、またもやダイソーさんですけど、貼るだけフローリングマットというもの、こちらをたくさん用意したので、次は床を貼っていきたいと思います。ちょっとね、天井の茶色よりも黒い、暗い、これはダークブラウンだね。ダークブラウンの、ウッドのフローリングにしました。はい、ね、ちゃんと木目とデコボコの凹凸もあっていいと思います。はい、じゃあ次の DIY、 何本目の動画になるかは分かりませんけれども、楽しみにしていてください。ということで、廃墟に住む男、佐藤花太郎でした。これからもどんどんガンガン、廃墟 DIY やっていきますんで、皆さん応援のほどよろしくお願いします。ではまた。